私、桃宮一号13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でもドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアン倒すまで普通の女の子に戻れないなんて聞いてないよ。まあくよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし、みんな行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。ですね。大丈夫、2、3日安静にしていればきっと治りますよ。珍しいですわね、元気の塊が風邪だなんて。プリン、プリンさん、おでこ冷やしますよ。ちょっとレタス、何してるの？プリンには兄弟がいる。迎えに行くというのはおそらくその兄弟のことでしょう。そうだったの、知りませんでした。プリンさんがあの状態ですし。ああ、お前たち、プリンの代わりに迎えに行け。保育園、迎えに行くってこういうことか。でもどうしてプリンが兄弟のお迎えなんてしないといけないんですの？行ってみればわかりますよ。あの子ね、プリンそっくりですわ。あの、何かご用ですか？え、プリンちゃんが？いえ、ただの風邪ですから、2、3日寝ていれば。そう、よかった。先生はプリンのことをよく知ってらっしゃるんですか？私たちいつも一緒にいるけど、うちのこととか何も知らないもので。私もそれほど詳しいわけじゃないけど、確かお母様は何年か前に亡くなってるらしいわ。お父様はストリートファイトで負けなしの中国拳法やってらっしゃって、
修行や世界大会でほとんどうちにはいないみたい。だから家事や兄弟の面倒はプリンちゃん一人で見ているらしいわ。他の弟さんたちもまだ小さいのよね。もう慣れたから大丈夫なのだ。あの子無理してるんじゃないのかしら。知らなかった。プリンさん苦労してたんですね。とにかく今日のところはあの子を私たちが家に送っていきますわ。ヘイチャちゃん、今日はお姉ちゃん来られないんだって。だから今日は私たちと一緒に帰りましょう。嫌なのだ。やったー、嫌なのだ。でもそれじゃあお家に帰れないですわよ。プリンお姉ちゃんはいつも言ってるのだ。知らない人についてちゃダメなのだ。あのね、特に不自然に笑うおばさんには気をつけろと言ってたのだ。生意気なところもプリンにそっくりですわ。でも一人じゃお家に帰れないでしょ。来るのだ。お姉ちゃんはきっと来るのだ。ダメですわ。家まで一緒に行きますわ。大丈夫、こんなの大したことないのだ。でも本当に大丈夫なのだ。だからみんなももう帰るのだ。帰るなら、さ、ヘイちゃん先生、さようならなのだ。さようなら。お姉ちゃん、お腹すいちゃったのだ。元気だね、レタス。それにしても
とプリン楽させられないもん。あのドラの音でプリンも起きたんじゃなくて？それは大丈夫、耳栓してあるから。今日はプリンお姉ちゃんが風邪でお休みです。なので今日は私たちがお姉ちゃんの代わりです。よろしくお願いします。ですわ、お願いします。よーし、プリンのために頑張ろう。おー、さあみんな歯を磨いて。はい、みんな着替えましょう。はい、体操の時間ですわよ。はい、ご飯よ。いってらっしゃい。さあ、あと片付けですわ。洗い物、洗い物、掃除、掃除、洗濯、洗濯、無理しちゃダメよ。はい、なのだ。ねえプリンちゃん、頑張りすぎてない？もし辛いことがあったら私にぶつけて。お母様を亡くし、お父様はうちにいない。兄弟やうちのことは全部あなたが見てるんでしょ？嫌なこととかって誰かに話すだけでも気持ちが晴れるから。私にできることがあったら何でも言ってね。ありがとうなのだ。でもプリンは本当に大丈夫なのだ。プリンちゃん、送ってくれてありがとうなのだ。今日もヘイちゃんをよろしくなのだ。そっか、おばさんはいい人なんだね。弱ってるあの小猿女やっちゃうのにもってこいだね。いいスピリッツだ。
調子も良くないのに大丈夫かな。大きなお世話なのだ。こっちこそいつも一緒のやつがいなくて大丈夫なのか。うわ、なんかすんげえムカつく。勝手にムカついてればいいのだ。くそ、生意気なやつ、やっちゃえ。負けたんか。ちゃんの送り迎えぐらい私がやりましょうか。いいのだ。私は別に構わないのよ。それで少しでもプリンちゃんが楽になるのなら。でもそうするとプリンや先生に会えなくなるから嫌なのだ。プリンちゃん、その代わり一つお願いがあるのだ。何？今だけお母さんになってほしいのだ。店の前の掃除家だ。はい、なのだ。お母さん、
上手に笑えてるよね。前借りなのだ。プリンさん何してるんですか？せっかくだからお